皆様、ビューティー体験へようこそ。本日のビューティー体験はこちら、美容部員が選ぶプレゼント6選です。保険が3個、巫女が3個で、今回はプレゼント交換形式でちょっとお互いにプレゼントし合おうといった、そういった企画になっております。こちら、聖堂メイキャップオーラデュープリズム、目元にもお肌にもリップにもマルチに使えるラメでございます。もうプレゼントに最適です。色は全部で4色展開になってまして、一つずつ説明していきます。こちら01番ルナ、こちらね、凛としたシルバーラメなんですよね。都会的な印象だったり、ちょっと涼やかな感じにしたいときはぜひこちらお選びください。02番ソーラ、気品が漂うゴールドラメですかね。華やかな感じになりますので、こちらもすごくおすすめです。こちらがね、一番人気の03コズミック、こちらが、ね、ピンクのラメになってまして、ピュアな可愛さを演出したいときにぜひお使いください。でこちらがね、ブラウンラメですね。こちらだけ少し色が強く出まして、粋な立体感といいますか、目元に少しだけ立体感が出るような、こちら一色だけでもちゃんとアイシャドウになるような、そういったお色味でございます。すごくね、繊細で細かいパールなので、気品漂うオーラを放つような、そんな女性になれる一品でございます。ぜひプレゼントとして選んでみてください。資生堂メイキャップダイヤフデフェイスデュオ、こちらもですね、すごく大人気のブラシでして、見てください。こちら上がね、赤のふわふわで、で後ろプニプニがあるんですよ。このプニプニが本当に画期的で、こちらファンデーションでもチークにもフェイスパウダーにも何でも使える、すごくマルチで有能なブラシなので、今からその使い方説明しますので、ぜひ見てみてください。じゃあまずはファンデーションなんですけど、このプニプニがね、指の形してるの分かりますか？これ本当に指の役割になってまして、この上にね、こうファンデーションを乗せてあげて、頬にこうつけていきます。でこれでこうなじませてあげて、馴染んだなって思ったら後ろのブラシに変えてあげて、さっとしてあげるだけで、すごく簡単にね、ファンデーションがつけれちゃうので、しかも綺麗に時短で、手もね汚れなくていいのでおすすめです。保険いつもこうやって使ってます。これつけ終わったら、こういった練り状のチーク、これにちょっと取ってあげて、こんな感じですね。でチークを、まあ、で広げてあげて、撮影なのでちょっと濃くつけてます。これ濃いと思うじゃないですか。見ててください、ブラシでぼかすと意外に、わかります？綺麗に肌に溶け込むんです。良くないですか？いい感じじゃないですか？チークもね、これ簡単につける、手も汚れない。こういったプレストタイプのフェイスパウダー、まあ、もちろんルースタイプでもいいんですけど、これもブラシに取ってあげて、分かりやすいところにさっと乗せてあげれば、これでもベースメイクができるんです。もうこれ1本で全部ができちゃうので、もうプレゼントには最適じゃないですか。はい、こちらのブラシね、いろんな使い方ができるんですけど、初見の人にはね、これ何なんだろうとわからないこともたくさんあると思うので、そういった使い方をプレゼントして教えてあげるっていう作業も増えますので、相手との仲がちょっと縮まっていい感じになるのではないでしょうか。おすすめです。こちら、資生堂ホワイトルーセントイルミネーティングマイクロ S セラム、こちら薬用美白美容液となってまして、もうスキンケアでプレゼントするんだったら、もうこちらが間違いないかなって思います。店頭でも大人気の美容液となっております。乳液状の美容液になってまして、すごく肌なじみが良くて、さっとみずみずしくて全然ベタつきはしないんですよ。なので今お持ちのスキンケアに組み込んでいただいてもいいのかなって思います。優れてる美容液で、ぜひね、口コミを見ていただきたいんですけど、皆様ありがたいことにいっぱい大絶賛の言葉いただいております。香りがね、本当に最高なんですよ。
もう資生堂の化粧品って、ね、香りが本当に良くて、ごっけん大好きなんですよね。でこれもねすごい香りが良くて、フローラル系の香りでして、スキンケアで迷ったらこちらもう本当におすすめなので、こちらぜひお買い求めください。はい、こちらですね、資生堂モダンマットパウダーリップスティックのこちらから508-521-523の3色今回はご用意させていただきました。はい、こちら508のお色となっております。こんな感じの赤茶の今年トレンド色になっておりまして、この色店頭でも大人気のお色になっております。こちらですね、521のお色となっております。こちらはこんな感じでちょっとボルドー寄りの赤いリップになるんですが、これからの冬の時期にぴったりかなと思います。顔色がすごく明るくなるお色になっております。で続いてがこちら523のお色となっております。ちょっと挑戦しにくいという方もしかしたら多いかもしれないんですが、こちらつけるとブラックのモノトーンなお洋服だったりとか、そういったお洋服に合わせていただくとこうシックにおしゃれに仕上がりますので、この3色プレゼントに選んでいただくと喜ばれること間違いなしかなと思います。はい、続いてのプレゼントがこちら、マキアージュドラマティックアイカラーとなっております。こちら見ていただくと4色の組み合わせができていると思うんですが、実はこちら6000通り以上の組み合わせができるアイカラーパレットとなっておりますので、私今回4色ご用意させていただいたんですが、その他に全25色ご用意しておりますので、組み合わせが自由自在となっておりますので、あげる人に合わせて選んであげると嬉しいかなと思います。プレゼントにおすすめとなっております。はい、こちらエリクシールデザインタイムセラムとなっております。こちらなんですが、見ていただきますと、いきますね、ほっ、このままほっと伸ばすと、わかりますか、このとろみ。はい、こちらですね、ピタッとお肌に密着してしっかり保湿してくれる美容液となっております。マスクを外した時の顔印象が気になるという方にはすごくおすすめのアイテムとなっております。使い続けていただきやすい価格帯で選んでプレゼントしてあげるのもおすすめだと思います。2個いっぱいありがとう。いや、こちらこそありがとう、こんなにくれると思ってなかった、ね、このパレット何、五軒を考えて作ってくれた。五軒がこうちょっとサンタクロースのね格好してるから、それに合わせて選んでみたの、はいはい、そう、ブリックショコラとか、そう、かわいいよ、かわいいよね、うん、五軒もこれインスタで紹介してるんだけど、うんうんうん、これすごいお気に入り色なのね。五軒みたいなね、こうメンズの方でも使いやすいよね。今度使ってみます、うん、ぜひ。何が嬉しかった、ラメ、うん、うん、オーラデュプリズム、うん、これめっちゃ可愛い。3番だった、あ、3番だね、うん、コズミックね、ピンクラメだよね、うん、猫似合いそう、うん、嬉しいのね、はい、ありがとう。はい、ということで皆様、本日の動画はいかがだったでしょうか。プレゼント選びの参考にね、はい、だったら、ぜひぜひ、嬉しいと思います、はい、ぜひね、インスタグラムとかにもね、いろんな美容部位のおすすめのアイテム、うん、たくさん載ってるので、そちらチェックしていただけたら嬉しいです、うん、はい、ぜひチェックしてみてください。皆様、本日の動画がいいなって思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いいたします。それではまた次回のビューティー体験でお会いしましょう。またね。またね。